はい、2日連続の虎の楽屋ライブです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ご気持ちとは出てきました。はい、はい、あ、ダメだ、もうコメント死ぬほど入ってきた、どうしよう。ちょっと皆さん、なんか気になるコメントありますか？4月で1年、もうめちゃくちゃコメント来てるんだけど、もうでも全然追いついてない、僕どうしよう。ケツからいこう。皆さん、二郎ラーメン好きですか？ごめんなさい、みんな、あのね、あまりにもコメントが多すぎて、ダーッと飛ばして、今もうちょっとやばいよ、このコメントの動きが。ケンティじゃあ、ビーヤマくんいますかっていう、ビーヤマくんはいますかっていうのが、もうスパム級に来てますね。もうちょっと読めなくなってきたよ。いいことじゃないですか、いっぱい来てくれてるの。これでもすごいですね。僕、ちなみに、あの、ノートの差は、これ、僕、ツイートしました。何人今来てくださってます？人数出ます？みんな。400ぐらい。え、そんなに来てる？昨日とえらい違いだね。トマピー告知ツイートしました。あ、本当ですか？はい、一応してみます。はい。ここすげすげすげ。いや、なーに、これもう。あー、すげすげ。これもうコメントを追うのやめて。やめようもん。遠藤さんの面白い話しましょう。ちょっとこのヤホヤホさんもやめなさい、もう。ヤホヤさん。ヤホヤホ、やめなさい。ヤホヤホさんやばいな。あー、やっと落ち着いたか、ちょっと。もうダメだ、すごいで。すごい。ごめん。みんなもうあまりにもコメント多すぎて、無理だ、これ。多分、新しい視聴者の方が結構聞きたいことが多いんでしょうね。いや、それにしてもちょっと読めないもん。最近、このチャンネル登録してくれた方って多いですもんね。そうですね。ようこそ、レオアトラチャンネル。みんな本当にごめん、もう無理。ちょっとおじさん、読めない。目がついていかないもん。いや、本当にやばいわ、これ。なんだこれ。いや、もうどうしようもないんだよ、本当に。こんなの初めてだもん。え、すごいすごい。過去一の今日。こんなにコメント来るの初めてで、どうしちゃったの今日っていう。じゃ、逆に視聴者に質問しましょう。もうちょっと、ほんとコメントやばいんだけど、今日。おしやー、おしやー、おしやー、おしやー。もうあの、これ、キリがなくて、ちょっとこれ、本当にコメントが多すぎてごめんなさい。昔は僕、あのコメント全部読んで、あの、申し訳ないと思って、次の日にこれ読みながら全部回答してたりもしたこともありました。今もあの1万人ごとにトップライブやってるんです。その時は僕とズッキーで全部読むんですよ、コメント。だからなんかこの間褒められて、こんな登録者数が多いチャンネルでコメント全部読んでくれるのここだけだとかって言われたら嬉しくなって余計頑張っちゃったんですかね。本当になんで今日こんなにコメントが立ったか入るかわけがわかんないです。あと、あの、生配信の頻度ね、上げてほしいっていう方はぜひね、あの、評価をグッドでもバッドでもいい、評価お願いしますね。ファイナルジャッジメントタイム。